第1話、差し上げますから。もう10年以上前の、大学時代のこと。実家の近所にある小さい運送会社で、荷分けやトラック助手のバイトをしていた。現場を仕切っていたのは、社長の息子で2つ年上の若旦那。で、バイト仲間に同じく大学生の A 君がいた。A 君は自他ともに認めるアホキャラだったが、明るくて元気で同僚としてはすごくいいやつだった。会社は町外れの国道沿いにあったけど、隣町の商店街の近くにも倉庫があった。倉庫といっても普通の2階建ての民家。1階が広い土間になってて、何年か前までそこで商売をしていたらしいが、借金とかで店を畳んで住人はいなくなり、その運送会社が借金の方として手に入れたんだって。ただすぐに使うあてもなかったので、とりあえず空き家のままになっていた。である時、若旦那が嬉しそうに俺に写真を見せてきた。見てみ、あの倉庫で写真撮ったらこれよ。見ると薄暗い民家の中を撮った写真なんだが、どの写真にも白っぽい丸い光みたいなのとか、白い煙みたいなのがバンバン映っていた。うわ、これ心霊写真ですか？すごいやろう。あの家は出るんだよ。人がバーンと映ってるわけじゃないので俺は、レンズのゴミだったりしてと半信半疑だったけど、しばらくして若旦那がその家に荷物を入れて倉庫として使うことにした。若旦那と俺と A 君が移動する荷物をトラックに積んでいると、普段あまり現場に来ない社長が俺たちを呼んでいった。中崎の家に行くんやろ。2階には上がんなよ。なんのこっちゃと思ったけど、倉庫として使うのは1階の土間だけと聞いていたし、若旦那もあーはいはいと聞き流していたから気にしなかった。3人でトラックに乗ってバカ話をしながらその家に到着。正面のシャッターを開ける。あまり空気の入れ替えもしないみたいで、中はカビ臭かった。シャッターを開けると4畳半ぐらいの土間があり、その奥は茶の間と台所。その奥に風呂と便所らしい。向かって左側に2階へ上がる細い木の階段があった。奥行きのある家だったから、2階に2間ぐらいあるんだろうなぁとか考えていた。土間を片付けて荷物を積み込み終わると、若旦那がニヤニヤしながら言った。なぁ、2階行ってみようや。俺はその日、バイトが終わったら友人と飲む約束があったので早く帰りたかったが、A 君は。行っちゃいますか？とノリノリ。俺も嫌とは言えず付き合うことになった。靴を脱いで、若旦那、俺、A 君の順で階段を上がっていく。やたらに岸向きの階段を上がりきると薄暗い廊下になっていて、右側に部屋が3つ。入り口は襖だった。一番手前の部屋から開けていった。一番手前、土間の真上は3畳ぐらいの物置。真ん中と一番奥の部屋は6畳まで、焼けた畳があるだけで空っぽだった。白状すれば俺も、社長がああ言ってたし、何かあるかも、とちょっとだけスリルを楽しんでいたが、ぶっちゃけ何も起きなかった。A 君は、何もないすねー。とか言いながら携帯で写真撮りまくってた。まあこんなもんだ。帰るべ。と若旦那を先頭に俺、A 君の順番で階段を降りた。トントントンと俺は土間まで降りて、A 君を振り返った。俺に続いて階段の一番下まで降りてきた A 君の様子がおかしい。いつもニヤニヤしてるような顔なのに、こわばった真顔で、なんでか歯だけゾロッと剥き出して、じっと立っている。そして、ビデオの逆再生みたいに、今降りてきた階段をこっちを向いたままで後ろ向きに登り始めた。俺も若旦那も冗談か？と思ったが、A 君はそのまま階段をトン、トン、トン、トンと後ろ向きに登っていく。進行方向を確認したりもせず、顔はずっとこっちを向いたまま。真顔で歯を剥き出した顔のまんまだ。A 君は後ろ向きのまま階段を上がりきると、後ろ向きのまま廊下の奥に後ずさっていって、見えなくなった。なんかただごとではないと感じて、俺と若旦那は階段を駆け上がった。A 君は廊下の、一番奥の部屋の襖の前で正座していた。上半身がふらーりふらーり揺れていて、顔は泣き笑いというか、ほろ酔いで気持ち良くなった人みたいに目をつぶってヘラヘラ笑っていた。おいえー、と何度呼びかけても反応なし。そして、A 君の前の襖がゆっくり開いた。A 君が正座したまま襖の方へ少しずつ動き始めた。A 君の体はそのまま部屋の中に入っていって、襖がまたゆっくり閉まった。血相を変えた若旦那が俺を押しのけて廊下を走り、襖をバーンと開けた。俺も追いかけた。
A 君は空っぽの部屋の真ん中で、体を伸ばした気をつけの状態でうつ伏せに横たわっていた。二人で A 君を引きずり起こした。その時、A 君がずっと何かをつぶやいているのに気づいた。俺にはこう聞こえた。差し上げますから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 。そのまま A 君を外に引きずっていったが、いくら呼びかけても正気に戻らない。若旦那が携帯で救急車を呼んだ。尻つぼみで申し訳ないけど、その後のことは断片的にしか知らない。その後、若旦那は社長にむちゃくちゃに怒られてた。事務所のついたての向こうで話の内容はよく聞こえなかったけど、他の社員さんがポロッと漏らしたのは、借金で店を畳む時にあの家で人死にがあったらしい。もちろん社長は知っていて、何かの手続き、お払い、を済ませて。綺麗になったら取り壊すつもりだった。とかなんとか。それ以上の詳しいことは、若旦那の口からも聞かせてもらえなかった。A 君は精神的な発作だろうということで入院した。何度か見舞いに行くうちにお母さんから話を聞いた。A 君は夜になると毎晩ベッドから出て、床でうつ伏せに横になっているとのことだった。あの時 A 君が写真を撮っていた携帯の画像を見せてもらえないかとお願いしてみたが、もうお寺さんに預けてありますので。とのことで、写っていたものは見せてはもらえなかった。しばらくして俺は大学が忙しくなってバイトを辞め、やがて A 君の見舞いにも行かなくなってしまった。最後に行った時はもう A 君はガリガリに痩せていたが、それでも毎晩床にうつ伏せに寝ていたそうだ。軽はずみにあんなことをするんじゃなかった、俺にも何か起きるかも、とビビっていた時期もあったが、結局、俺の身の上には何も起きなかった。今のところはね、バイトしていた運送会社はまだあるが、こないだ帰省した時に前を通りかかったら、あの倉庫はなくなって駐車場になっていた。A 君は引っ張られてしまったんだろうね。正座したまま移動していったってのは、つま先だけでずっつ、と進む感じ？それとも、本当に正座の姿勢のまま体が移動していったのだろうか？校舎だったとしたら相当怖いんだが。第2話、足のないビデオ。これは、去年の12月の出来事です。友人も何名かその後死んでしまいました。ここから先は危険なので、読まない方がいいかもしれません。僕たちは高校の仲間で富士の樹海に肝試しに行こうかということになり、5人でバイクに乗り、12時頃に樹海に到着しました。かなり寒くて凍えそうでしたが、緊張していたというのもあってなんとか耐えられそうな感じでした。友人の相原が、じゃあ行ってみようか。と言い出し、デジタルビデオカメラを持って僕らは暗闇の森の中に進んでいきました。僕の原チャリから300メートルぐらい奥に入った時に、ガサ、ガサ、と誰かがこちらに向かってくるような、足音のようなものが聞こえ、僕がなんか聞こえない？と言うと雄一が、つうか、かなり前からさ、俺たちの後ろから足音してんだけど、気のせいだと思ってたけどお前にも聞こえる？と言い出し、少し様子を見ることにしました。相原が、動物来てんじゃねえの？と言い出しましたが足音のする方を見ても、誰もいないし、動物なんて絶対ありえないよな。しかもなんだか臭い。水槽でザリガニが死んで、腐ったような匂いが風に乗って時々匂うと思っていると、後ろ数メートルぐらいの距離でいきなりバチって鳴ったかと思うと男の声らしき。おぉ、グロー。というような声が、なんだ？と思いそっちの方を見てみるとなんか人らしきものが、なんか、人がいるよとビビっているとスーッと消えた。出たと思うのもつかの間、雄一が真っ先に逃げ出し、相原もそれに続きダッシュ。後輩の遠藤、次に僕、後に遅れて後輩の飯田もそれに続いてダッシュ。逃げている時に思わず親父のデジカメを落としてしまった。そんなことはもうどうでもいい、ひたすら逃げる。少し開けたところでみんな止まり。一体今のなんだよ？お化けじゃないんですか？マジで？俺見てなかったよ。なんだか声が聞こえて相原が走るから。やばいっすよ。帰りましょうよ。カメラ落とした。誰か、カメラ探すの手伝ってくれない？どこら辺で落とした？逃げようとしてすぐだったから、あの変なのが出た付近だったと思う。てか、やべえだろ。俺はあそこ行きたくね。
というような会話が5分ぐらい続き、みんなも仕方なしに、カメラを探しに戻ることにしました。さっきの、霊らしきものが見えるところまで来ると急にみんなの足が遅くなり、僕はカメラなくすと親父にすげえ怒られると思い、なんとかカメラだけはという感情から一人だけ先に行くことに。みんなから50メートルほど先に進んだところでカメラを発見、落ちた衝撃で壊れてないか心配しましたが、赤いレコーディングランプもついたままで問題なさそうでした。少し、安心したけど、ガサ、と音がし、僕は少し足早にみんなのところに戻り、やっぱ、あそこなんか変だよ。まだ、足音するし、でも、バイクに戻るにはその付近を通るしかないよな。怖すぎる。少し、迂回をしていけないか？という話になり、迂回することに。足早に、ゲンチャリの地点まで進んでいると、匂いすごい臭い。直感的にここすげえやばいかもしれないと感じていると、横に視線を感じてそっちの方を見たとき僕は思わず、うわっと声を上げてしまいました。何か、大きめの物体が木にぶら下がってる。おぉ？と相原も気づいたらしく、木にロープらしきもの一本でぶら下がってる物体を見ていました。あれ、死体だろ？やべえ、かなりやべえ。両足がない。さっきのやつってもしかして、この死体のなんかなんじゃ？となんだかんだ会話をしていると。お、こ、す。という声が途切れ途切れに人の声とわかるぐらいにはっきりと。やべえやべえと誰かが叫び、また、ダッシュで逃げました。なんとか、無事にバイクの場所にまでたどり着き。今のはかなりヤバいだろ？俺ももう帰りたいっすよ。その時飯田が何か見たのかいきなり。うわうわ。と言い出し、しゃがみ込んでしまいました。相原が飯田をどうした？おい、どうした？大丈夫か？と、なだめているとそのまま気絶しているようで、しかも口から泡吹いている状態。このままにしておけないので、飯田をひたすらみんなで解放することにし、10分ぐらいかけてなんとか意識を取り戻した。僕はバイクのメット入れの中にしまってあった、ジュースを飯田に飲ませた。みんなもただごとじゃないと感じているようで、すぐに撤収することにしました。ですが、なんだか飯田の挙動が以前に比べ変な感じになってる。その後の帰り道の出来事で飯田が死ぬことになるとは。みんな普通にバイクに乗り、問題もない感じで進みトンネルに差し掛かった時にバガーン、ドチャ。かなりでかい音が。なんだ？トンネル見ても何もぶつかった形跡もないし？みんながトンネルの出口に向かって走っていくのが見え、その尋常じゃないのを見て事故とすぐに理解しました。飯田のバイクが、トンネル入り口の壁に激突して大破している。かなり、状況はひどく、飯田の顔がぐちゃぐちゃに潰れてしまい顔だと認識できないほどに。飯田はそれでも、まだ、生きているようで手足をバタバタさせながらもがいている。もう見てられない。その時、上から何かがドスンと落ちてくる音が、なんだ？と見てみると、何もない。すぐに、近くの公衆電話まで走り警察に連絡したが、警察と、救急車を待っている間に飯田は動かなくなってしまった。その後、警察でいろいろと事情を聞かれ親に迎えに来てもらい帰宅した。警察にはさすがに、親に肝試しで樹海に行って死体を発見した、なんてバレるとすごいことになるので、ツーリングということにした。こんなことになってしまい、みんな気が重かった。次の日親父から呼ばれて説教かと思っていると、そこには昨日撮影したデジカメがあり、親父はそれを見たらしく、何か変なものが映ってるといい事情を話すことに。僕も見たくはなかったが、見てびっくりした。カメラを落とした時に、僕らの逃げるところが撮影されていて、その後、数秒間経って誰かわからないが、カメラを持つ者がいたらしく、カメラがふわふわと上に移動している。なんだ？あの時は確かみんな逃げるのに必死だったし、カメラを落としたのも知ってるのは僕だけだと思う。しかも、逃げてるのに戻ってカメラ持つ人間なんて絶対いないはず？と思っているとかなりかすれた声で。お前たち功労す。と聞こえ、手を離されたかのようにカメラが落下していく。そして地面に埋まったのかライトが消えたのかわからないが、画面が真っ暗になったと思うと、パッとどこか見知らぬ風景を撮影しているシーンに。うわ、これは、飯田が事故死したあのトンネルだ。次にノイズがひどくなり池を映しているシーン、ビルのような建物、踏切、道路、森、
火事のようなシーン、最後にどこかの会社の受付みたいなのを映しているシーンがいくつか流れ暗闇に戻った。それらのシーンには必ず足のない黒い影が入っている。その後から、僕の部屋でバチ、バツ、というラップ音や金縛りに悩まされることになった。ビデオを見た日は夜中目が覚めると、バチ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 というような電気がスパークしたような音がして、真っ赤な光が部屋中に見えることもあった。飯田のお葬式の時に、ビデオの内容が変だということを伝え、みんなで見ることになった。相原、遠藤、が来たが、雄一がいつまで待っても来ない。家に電話しても出かけたと言われる。多分こっち向かってるんだろうということになり、そのままビデオを見た。かなり、みんなショックを受けたようで、相原はバイクに乗らず押しながら帰った。それ以来雄一は学校にも来なくなったし捜索願いも出された。沼で雄一の死体が見つかったのは、5日後ぐらい先だった。どうも、ビデオを見るために僕の家にやってきて、そのまま5日間行方不明になったということになる。警察の人もいろいろ調べたらしいが、なんでこの時期に池に入ったのかわからなかったようだった上着を脱ぎ捨てそのまま池に入っていたらしい。警察側では、受験のストレスにより精神的におかしくなり自殺したということで処理された。その後は学校も卒業し、みんなバラバラになったが、相原がビルから飛び降り自殺したと知ったのは今年の8月だった。あのビデオにあった、ビルと全く外観が同じビルで飛び降りた。そして今この文章を書いている僕。残ったのは、遠藤と僕になる。未だにラップ現象は収まらず、このまま行くと殺されるのかと思うと怖くてどうしようもなくなる。親父はなんだか、この頃変になってしまい。会社も辞めて酒ばかりを飲んで独り言が多くなっている。自殺という言葉も言うようになった。これからの僕は一体どうすればいいんだ。ビデオをインターネットで公開します。霊感の強い人が何か助言してくれるといいのですが、僕たちは5人しかいません。がこれに映っている足のないビデオは20チーンを超えています。これを見てどうなっても僕は責任を取ることができません。公開していいものかどうか迷います。第3話、深夜のジョギング。ジョギングを始めたんだ。まあ、メタボ対策かな。少し太ってきたし、そんなにストイックなやつじゃなくて軽いやつ。近所一周して終わり程度なんだけどね。近くに公園があるんだよね。ブランコのある公園。公衆トイレがあって薄明かりが漏れてる。いつも公園を横目に走るんだけどね。トイレの正面にはベンチがある。ベンチの背面は土手になっている。いつもはベンチとトイレの間を走り抜けるわけなんだけどね。いつも走るのは少し遅い時間なんだよね。もちろん公園にはいつも誰もいない。おとといだね。小雨が降ってたと思う。走っていたのは深夜だったから、多分1時頃かな。公園の入り口に差し掛かったら、いつも誰もいないベンチに女の人が座ってた。グレーのコート?起きてね。ぎょっとした。びっくりしてとっさに回れ右して公園の外を迂回して走り出した。走りながら考えてね。こんな時間に公園にいるなんてね。しかもグレーのコートなんて若い女だよね。行くとこないのかな?とか、彼氏と喧嘩したのかなとかね。俺ん家は駅まで遠いんだよ。少しかわいそうに思ってね。もちろん下心もそれなりにあったし、帰りにまだいたら声かけようかなって思ったんだよ。しばらく走って公園に戻ってきたらさ、まだ座ってたんだ。やっぱり若そうな女の人だね。なんか下向いてた。グレーのコート着ているしさ。なんか雨も降ってるし。大丈夫ですか?こんな時間に危ないですよ、とか声だけかけようと思ってね。ドキドキしながら近づいていったんだよね。公園の入り口を入ってね。ベンチに近づいて、脅かさないように、できるだけ足音を立てながらね。近づいていったんだ。とにかく驚かさないようにね。こんな時間に大丈夫ですか?って声かけようと思ってね。ふと足が止まった。なぜ足が止まったかはわからない。とにかくやばいと思った。なんかね、この人薄いんだよ。うっすらと向こう側に透けるような感じ。いや、うまく言えないけどね。分子の密度が薄いって言えばわかるかな?雰囲気全体が薄くてね。瞬間的に、ああ、この人死んでるなって冷静に感じた。人にしては、何かが足りない。
心臓がドクンってなった。わしづかみにされた感じ。女が顔を上げる瞬間に逃げ出した。もう全力で家まで走った。必死で走ったんだよ。振り返ったら怖くて動けなくなると思ってね。死ぬ気で走ったんだ。なんとか家までたどり着いてね。慌てて鍵を閉めたよ。でもね、予感があったんだ。きっとついてくるよ。見えるの？ねえ見えるの？って女の声が聞こえてたし。やっぱりね、部屋に戻ったらカーテンの細い隙間からこっちを見ていたよ。じーっとこっちを見てた。ああ、ついてきちゃったよ。なんで冷静なんだろうね。こんな時にね、とにかく気づいてないふりをしてたんだけどね。少しずつね、部屋の空気が侵食されていってね。ほんの少しずつだけどね、薄いもやがかかってきてね。ああ、少しずつ入ってきてるなってのが分かった。密度を薄くしてね、徐々に女が部屋の中に流れ込んできた。もうね、怖くて叫び出さないようにね。気づかれたらやばいからね。全然気がつかないふりしてね。でもじーっと見られてるのね。すごく観察してるの。こっちをね。無理に寝てしまおうと思ったんだよ。怖いけどね。眠って明日になったらいないかもしれないじゃん。だからね、すぐに横になった。とにかくベッドに横になってね、寝ちまえ、と。部屋中に嫌な雰囲気が漂っててね、相変わらず凝視されたままなんだけどね。すぐに目を閉じればよかったんだけどね。天井に小さな点を見つけちゃったんだ。小さな黒い点なんだけどね。動くんだよ。少しずつ少しずつ。頭の中では、見ろ、見ろ。って女の金切り声が鳴ってるんだ。動き出した点がね、少しずつ速くなってね。デッサンってあるじゃない？あのキャンバスに黒炭で絵を描くやつ。あんな感じでね、すごい勢いで点が形になってきてね。目になって、鼻になってね、どんどん描かれてね。早送りを見ているみたいにね。だんだん鬼のような形相の女になってきた。目をそらせないで、じっと見るしかなかった。天井に描かれた女がね、こっちを睨みつけたままね。少しずつ降りてきている気がした。ゆっくりとね、近づいてきてる。そう思った瞬間怖くて気が狂うかと思った。恐怖で声も出せずにね、確か泣いた気がする。だんだん世界が白黒になってね、歪んで回り出したんだ。もうダメだと思った瞬間にね、大きく視界が歪んでね、気づいたら今日の昼だったよ。本当に今日は家から出られなかった。夢なのか、それにしてはリアルだったし、何もかも自信がなかったんだ。さっきあるものでご飯食べて、お風呂にも入ってね、やっと落ち着いてここに書き込めるようになったよ。さて、そろそろジョギングに行ってきますね。話したらなんだかとっても楽になったよ。